これでもね、ちょっとだいぶ重いんだよね。だろうな。だってもうこれ絶対ずーっとさ、うん、いや今日一日頑張ったもん。絶対万年太りだろこれ。だってどう考えたってこれさ、毎日さ、これを上に乗せたって感じじゃねえもんな。そうかそうか。とりあえずね、とりあえずモザイクなしで編集して、いやひどいな。これ片っ、だね、なんか新色 50% いってるもん。本当に。だってこう、何、研究が残ったカップ麺とかないじゃん。あるよ、そこに。いや、研究残ってない。基準がわからん。基準がわからん。いやー、いいよ、あのね、来る時点でね、座るの諦めたけどさ、まさかさ、俺こんなズボン買ってると思わんかったわ、その低周波マッサージ。あ、いい、聞くよね、これ。これ結構ね、いいからマッサージだもん。聞くんだけどね、あと、いや、よし。ゴミ袋は何袋残ってる？あるね、燃やすゴミ袋。この3日間で3袋出すよ。これを45日。うん、出すな、あかんやろな。でもあとはもう、もう後半戦だなって感じなんだけど。まだ。おおよしか。いや、あの、とりあえずだな、ここはあれだよね、あのプラスチックとかも一緒にまとめていいところやったもんな、トヨタは。そうそう、俺らの時はそうやったね。ゴミの分別方法をね、まず思い出すわ俺、トヨタ市の、思い出すというか、あの見るわ、ね。あ、ただあれか、ゴミセンター日曜日は閉まっとるか、ゴミをいつ出すかだね、ゴミを。あ、ここってあの、この寮のルールはもう、普通に一度もいいんだよ。あ、そっか、出せるんだ、あ、あのレオパレスみたいな感じや、じゃあもうガンガン捨てよう、捨てるもんほとんどないよ。はっ、水牛団タウンワークの山積みになってるあれを片付けするから。今ね、多分ね、これをね、そのまま出したらね、間違いなくみんな俺とね、ついてんだよ。はっ。いや、捨てるものいっぱいあるじゃん。いや、これはね、朝、捨てるもんだから、これ、ここに見えるけど、ゴミじゃなくて、これもう一回やつ。俺も捨てるぞ、これ。これは、ちょっと、適当な葉っぱなかったから、ここ、あとあれか、あんまり騒いだらダメか、プライとか。いや、あの、これとか絶対いらねえじゃん。いらねえじゃん、この、いらねえぞ、いらねえだろ、いらねえ。はい。はい。だから、そういう細かいことはちょっと置いておいてよ。いや、細かいもんが多すぎるんや。多すぎるんだ。よし。まあ、あなたにまた見るし、ひもとか、あ、ひらなしもとっちまえばいいや。よし。いや。よし。そうか、そうか。そしてなぜさやかだ。あ、これ今断捨離してて、あ、これいらないやつ。マジ？やっぱし。そっか、さやかはやっぱ捨てていいか。まあまあ、でも世の中にはさやかも残るかもしれんけどな。まあ俺もほぼほぼね。それはな、やっぱな、さやかはそうやと思う。よし。やっぱりどれぐらいまで現状復帰してもさなかんの。な。これはね、映せない。こだからさ、なんで空き缶をこう溜めるの？あ、これは、洗って、置いてあるだけ。あ、はい。だからさ、なんでこう、ここがさ、この間がこうなるのさ。収まりきれいね、こういう隙間ね。これさ、絶対さ、洗濯機回ったらさ、ガタガタガタってなってさ、ガチャガチャガチャって言ってさ、うるさいやつちゃうの。ちゃんとあの、収まりがいいから。
違うんだって違うんだってなだってだからあのなんでこんな危ねえ折り方すんのさなんでこう、ね、こんなに無駄にさスペースを使ったのにここだけ無駄に有効にスペースを使おうとすんのさそうだよね映したはいいけどさ上は上で映せねえものが映ってるさめなんかあったっけあれハエ取りああこれもさ捨てないの捨てないとダメだよいやうん捨てるのに必要なゴミ袋がいっぱいあることは分かったうん、で、なんか洗剤も無駄にあるけど、洗剤は使ってないことも分かった。あ、使ってない。これもちょっと汗だらね。最初に焼いてたんだけどね、はい、前。オフレコで遊びこれなんか、これもさ、なんでこんな残してるのさ。これ昨日ザビッグで買ってきて、あの月の入れ物。できんわできんわほぉ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 書いてどうすんのもう使えてこれ割とたこ焼きプレートがあるからたこ焼きプレートでたこ焼き作ろうかな別に実家に帰るんだからさたこ焼きプレートくらいあるんだろあ、実家にはないない、うん、あ、ないんだプレートだけ、うんこういう実家に置いてるからは、うん、あ、焼肉専用としてここで使ってたけど何今回とかどうですかツッコミどころが多すぎいやーいやーすっげーなじゃあペットボトルとかもまとめといたら捨てずにあ、てかもういざとなったらめぐり屋に持ってこもうペットボトルはあ、ペットもあの、ちょっとこのぐらいで捨てるからあ、そうか、もう一回に持ってたりてかもうすごい量やったけどうん、ペットボトルすごい量だったねもうね、一応ね、やっぱ我々としてはね、はい、我々としてはね、やっぱ好きになるのはここなんだよペットボトルあれあ、毎回来てるよ